神様は私たちを解放してください。感謝いたします。私たちが神を礼拝するということの中に、すべてが解放されるということ、そして命の根源である神と直結されること、そして命の御言葉をいただいて、そして 一週間を始めるそのような特別なこの一時を下さい。感謝いたします。どうぞ神様、一人一人を祝福してください。一人一人を支えてください。この一週間もあなたの素晴らしい神様の大いなる愛の中で、一人一人を用いてくださいますようお願いいたします。心から感謝と賛美を捧げ愛する主イエスキリストの皆で感謝してお祈りいたします。 皆さんこんばんは。この暑い中にようこそお越しくださいました。心から歓迎いたします。お久しぶりの方もいらっしゃいますね。どうも、神様が、祝福してくださいます。今週はですね、いろいろ皆さん、この気候の変化があったりですね、昨日は、暖かいところに空気が 冷たい空気がですね、降りてきて、そして、その影響で土砂降りの雨がですね、降った地域もあると思います。違うものがぶつかるとですね、そこに、非常に大きな、摩擦が起こる。昨日の場合は土砂降りの雨でしたけど、台風が起こることもある。この日本というのは、ほとんどの人たちが偶像、 礼拝をしていたり、またイエス・キリストを知らない、つまりサタンから押さえつけられている、そういう存在です。クリスチャンであってもサタンの影響を受けて、その喜びがないクリスチャン生活を送っている人もいます。でもその中に、そういう冷たい空気の中に神の火が、聖霊が下ってきた時に何が起こるんでしょうか。台風のようなものが起こるんではないでしょうか。2009年、 民主党政権交代が起こり、政治が変わりました。2011年、東日本大震災があり、大きく、この国の考え方が変わりました。2012年、まだ後半が残っていますが、何が起こるでしょうか。世界の政治のリーダーが変わり、また、この近い将来、神の精霊が、この冷たい、硬い、 この日本に下った時に台風のようなものが起こって、そして日本にリバイバルが来ると、そう私は信じています。神を信じるってことは、そういうふうに具体的に期待することです。起こり得ない、あり得ない、ではなくて、神様は必ずやってくださいます。あるんでしょうか。私はですね、この地域に伝道するという中で、 今は消防団に入っています。昨日と今日は、近くの防土井の、警備警戒をやって、そしてですね、そこで、かつての私の信仰だったらですね、そういうことありえなかったかもしれません。お祭りに行くなんて。ところがですね、私はある時から自分の頭で考えるようになったんですね。昔の宣教師や堅い指導者、厳しい指導者たちは、頭から お祭りだとかそういうこう日本の文化を否定してきたところがあった。でも、本当にそれは罪なんだろうか。そういうことをですね、考え始めました。もちろんですね、罪ではないけど、しない方がいいことっていうのはもちろんあります。でも、私はそういう中で、お祭りへ行く中で、例えば偶像崇拝は罪ですよね。で、こういうことをしなければ避けていれば、むしろ、 いろいろな町の人たちと関わったりですね、むしろ伝道の積極的な場となっていくんだろうなって思った時にですね、私はもう喜んでそういうところ、行くことができるように変わりました。私たちはですね、固い、そういう、今まで持っていたそういう考え方でも、神様と出会うと変わることになります。 でもそれはですね、新しい考えじゃないんですね。本当は基本中の基本なんですよ。神
様がね、何をやっちゃいけないとか、何をやりなさいとか、そういうことで堅苦しく縛るんじゃなくて、本当に神様との愛の関係を持って、互いに愛し合い、その喜びをこの日本に伝えてほしい、日本を救ってほしい、そう考えておられるんですね。ですから私たち、この聖書の言葉を通して頭を柔らかくされて、硬い心が開かれ、精霊によって柔らかくされて、石の心が取り除かれ、肉の心が与えられて、今週1週間、素晴らしいクリスチャン、勝利のクリスチャン生活を送ることができるように、イエス様の皆で祝福いたします。アメン。さあ、基本に忠実であるという今日はそういうメッセージをしたいと思います。ロンドンオリンピックが行われましたけれど、ある一人の選手がですね、何をやってもうまくいかない、失望し、落胆し、悩んでいた。そういう時にコーチが一言言ったんですね。基本をやれと。基本をやれ。この人はですね、ウルトラ C 級のそういう技ばっかりやろうと思っていた。うまくいかない。スランプに陥った。でも、もう一度基本を繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し。同じことを何度も何度も。しかし、やがて気づいたのはですね、あ、そうか。これが必要だったんだ。しばらくして彼は、そのスランプから抜け出して、そして自由に、競技ができるようになった。基本を忠実にすることで、その大きな、その、そこが土台がしっかりしてるんですね。その上を、することができる。まあ、そのオリンピック選手から学ぶことは、私たちも基本が大切だってことですね。今日は4つのポイントで、基本に忠実である、そのことについて一緒に学びたいと思います。まず第一には自分の原点をしっかり持ちなさいよ。二番目、教会生活という、信仰生活という基本を忠実に行い続けるということ。三番目、聖書を絶対とするということ。四番目、伝道をするということです。さあ、私たち今日まず第一番目に、自分の原点をしっかり持つということを学びたいと思います。初心を忘るべからずってことがわかります。私が言っていた高校のスローガンでした。あの卒業を目指して入学したあの初心を忘れないで、ちゃんと勉強し続けて卒業しましょう。まあ、実際はですね、この言葉は、違う意味もあるみたいですけれど、でもまあ一般的にそう使われていますから、私たちは初志貫徹、その原点をしっかり持ってそれを繰り返していく。私たち人間は創造者との関係の中で作られ、生きる存在として作られました。アダムとエバは罪を犯して神から離れてしまいました。そして悪魔に従ってしまった。自己中心になってしまった。そして人間は人を妬んだり憎んだり、夫婦が仲良くできない不和の関係になり、隣人とも楽しい関係を持つことができない、いつもギスギスした関係に、人間関係が苦しい、お金もつらい、借金地獄がある。人間というのはその罪を犯した瞬間から苦しみが入ってきました。アダムとエバは仲が悪くなり、夫婦喧嘩が絶えなかったでしょう。その親から生まれたカインとエソーは兄弟喧嘩をして兄が弟を殺してしまった。また病気があったでしょ。心と体に病があって苦しい、問題もいっぱいあっただろうと思います。そして最後は死ぬという、そういう絶望的な存在になってしまいました。皆さん、なぜそうなったのか。創造者である神から離れたからです。黙示録二章四節には、あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさいと語りました。皆さん、今日初めの神様との関係に立ち返る、あなたを作り愛しておられる神様に立ち返る、そして神様にとどまる、神様と一つになる、これこそ私たちが必要なことではないでしょうか。長いクリスチャン生活の中で、案外長い中で
これがおろそかになって神様から距離があることも気づかないで、そして今日のこの先ほどの言葉はですね、初めの愛に変えなさいというのはクリスチャンに言われたんですね。原点を持ちなさい。神と直結された一つになるその生き方をもう一度帰ってきなさい。一般的に180度悔い改めてというふうに言いますね。ある人は360度ぐるっと回ってですね、また元に戻っちゃった、それじゃしょうがないわけですけど、でも私たち心の向きを変えて神に向かって、そして神と一つになる。イエス様はこのことについてヨハネ15章でこういうふうに語られました。私はブドウの木である、あなた方はその枝。どういうことかというとですね、木と枝っていうのは一つです。イエス様はブドウの木、私たちはその枝。枝はつながっていたらブドウから命が流れてくる、ブドウから精霊が流れてくる、イエス様から癒しが流れてくる、イエス様から祝福が流れてくる、イエス様から永遠の命が流れてくる。私たちはですね、つながっているだけで、つながっているということは原文のギリシャ語でメノーということです。メノー、とどまるということです。私がイエスにとどまるならイエスも私にとどまる。メノー、とどまるならば私と神が一つになる。そして自然にイエスの命が流れてきて、私たちは成長し、私たちは力を得、永遠の命を持っていけることができる。でもこれが切れてるのは罪です。わかりやすいですよね。罪は切れた枝だから自分でよしって頑張る。でもそれではうまくいかない。努力したらですね、2割か3割は、能力がアップするそうです。一生懸命努力したら、まあそれもすごいです。でも限界があります。何が大切か、神様と直結する、一つになる、イエスを通してブドウの木と枝のように一つになることを皆さん祝福します。皆さんそこに立ち返るように今日お願いいたします。これが原点です。神と直結されたこと。第2番目、自分の原点だけじゃなくて信仰生活を続けていく上で教会の生活が大切です。第一に、所属している教会で毎週日曜日しっかりと礼拝を捧げる。もちろんですね、暑いし忙しいし仕事もありますからね、これはいいことがある。でも最善の努力をしてまた来る。皆さんこれがですね、基本なんですね。まあここ2週間私はちょっと体調が悪くて、先週なんかもですねちょっと具合が悪かったんですけど、私は礼拝をしながらメッセージを語っているとですね、どん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 元気になって、気がついたらですね、元気な時よりもっと元気になってですね、そして月曜日になるとまた下がってくるんですけどね、私は礼拝を通して元気になるし必要なものが全て与えられます。まあ私の場合はですね、説教していますから説教のために勉強したり、またお話をする、そういう実力もついてくる。そしてもういいことだらけです。礼拝をする中であらゆる必要が満たされる。皆さんもそうなんです。礼拝をする中で、ただそれだけです。ここに来て真心から礼拝を捧げるだけでいい。ある一人の教会の信徒がですね、教会に来なくなったんですね。ある時からあんまり来ない。牧師先生が心配して声をかけたんですね。どうしたんですか。いや実はゴルフをしているんです。じゃあ来週はね、ゴルフに行かないで教会来てくれよってこう言ったら、はい分かりました。でもですね、来なくてゴルフ行っちゃった。どうしてゴルフ行くんですかってこう聞いたらですね、先生、実は教会へ来ると心はゴルフのことばっか考えて、あのグリーンでこの打ってるそんな姿ばっかり思い浮かんでるんです。ところがですね、ゴルフへ行くと教会のことが気になる。ああ教会行かなきゃいけないな、イエス様のことばっかり考える。で神様はですね、人は上辺を見るけど神は心を見る。そしたらですね、心で神を礼拝するのはゴルフ場の方がいい。そういうことでですね、彼は、ゴルフ行くんだと言いましたけど、
だから大切なのはですね、体も心も神を礼することです。心ここにあらず。皆さん、今日私たちが今この礼拝の瞬間、神様以外のことを考えていたら、それが偶像です。神様より食事、神様より、お金、神様よりデート、神様より自分自身の問題に縛られている。皆さん、どうぞその偶像を捨てて、このむさぼりこそ偶像礼拝であると、コロサイ人にあります。皆さん、どうぞそこから目を離してイエスだけを見る。イエスだけに栄光を捧げる。聖霊ですから、今日一つの話しますけれど、英語でワーシップっていう礼拝の言葉がありますね。ワーシップっていうのはどういう意味か、ギリシャ語ではですね、ちょっと忘れちゃった、すみません、あるんですね。で、その言葉はどういう意味かっていうと、奴隷が主人に向かってまず膝をついて、そして主人の足にキスをするっていうプロスキネオですね。そういう、皆さん、礼拝っていうのはそういう言葉も使われています。奴隷が膝をかがめて主人の足にキスをするっていうのは、もう自分を捨てていることになります。自尊心も全部自分を捨てて、主人の栄光だけを表す。聖書の礼拝というのはそういう言葉なんです。私たちは今日膝をかがめ、主人であるイエス様に足にキスをするような、そういう、その瞬間自分は否定され、イエス様だけが輝く。皆さん、これが礼拝です。さあ、礼拝ってここを来て座ってればいいんじゃないんです。イエス様に膝をついて足にキスをするかのように価値をお返しする、あなたは素晴らしいお方です。私はしもべです。自分を低くし、イエス様を高くする。皆さん、これが礼拝なのです。皆さん、必ずこの礼拝を続けるときに祝福があります。2番目、聖書を読んでください。神学校時代、私は、いろいろな牧師先生や神学書をたくさん読みました。いや、聖書よりもこっちの方が分かりやすいなと思ってですね、でもだんだんと力がなくなって、聖書が面白くないと感じるようになりました。私はある時振り改め、そんな聖書を読まなきゃいけないと。インスタントじゃないんですね。すぐに答えはないんです、聖書は。時間がかかるけど、根本的な解決があります。誰かが書いた本というのはですね、すぐに答えが来ます。でもそれは一回だけの答えです。でも聖書は根本的な解決と力を与えてくれます。皆さん、どうぞ聖書を大切にして毎日毎日読んでください。まあ、それからですね、神様に献金を捧げること、皆様は行われていると思いますから、次の第3番目に行きます。聖書を読んだらどうしたらいいか。その聖書を絶対という地位に置いてください。聖書の言葉を聞いたら参考程度にするんじゃない。聖書の言葉を何か、ああ恵まれました、いいお言葉でしたっていう程度じゃなくて、絶対。今のこの世の中は相対の世界です。誰かと誰かを比べたらこっちが高い、でももっと優れた人が来たら こっちも負けてしまう、そういう比較の世界。でもそのような世界の中で絶対を持つ。じゃあ、これがクリスチャンの基本です。第一、イエス・キリスト以外に救いはない、絶対ない。ユダヤ人も異邦人もイエス以外に救いはない。間違った考え方、ユダヤ人は持ってしまいました。ユダヤ人はユダヤ人の子供として生まれたアブラハムの子だから無条件に天国へ行けるって、そういうふうに考えています。今でもです。皆さん、そうでしょうか。違います。ユダヤ人でもイエスを信じなければ救われない。考え方を変えればですね、イエスに救いがある。もっと言えば、イエスを頼るなら絶対救われる。そして絶対救われたら絶対この救いはなくならない。皆さん、そういう力強いメッセージです。皆さん、どうぞ気分で変わるもんじゃないんです。あ、今日は気分が落ちてるから、今日は
なんか救われてないような気がするな。また洗礼を受けようか。必要ないんです。一度でいいです、洗礼も。イエス様を信じますも一度でいいです。このお方を頼ったら、救われてます。大切なのは、このお方を絶対として心に置くということ。このお方を絶対としたらですね、イエス様は聖霊と火でバプテスマを授けてくださいます。今日、私たちはイエス様によって聖霊の中につけ込まれて、そして神様に見せられる神の霊の中に今日入れていただけます。そして火って何でしょうか。火は騒ぎです。今日私たちの肉や神様に従えない自己中心なそういう部分を焼いてくださる、騒いでくださる。やだな、そんなことないんです。私たちを苦しめる、私たちの中にある邪魔な部分を全部神様は焼いてくださる。それが聖霊と人のバプテスマです。イエス様はヨハネはこう言いました。私は水で洗礼を授けるが、私より後に来るイエス・キリストは聖霊と火で洗礼を授けます。皆さん今日イエス様から習いてください。4番目、キリストの十字架の打たれた傷により心と体の病が癒され健康になります。健康になります。さあ信じる人、アメンでください。アメン。5番目、運命と環境が祝福されます。私たちの運命は変わるんです。今まで俺の人生はこんなもんだった、もうこんなもんだろう。でもイエス様を絶対として迎え入れたら、アブラハムの祝福と新しい人生が始まります。皆さん、人生をやり直すことができるイエス様を信じてください。第5問目、永遠の命が与えられて天国へ入る、やがてイエス様と同じ姿に変えられる。皆さん、聖書を絶対として、そしてそこに連れてくださいますようにお願いいたします。第4番目、私たちが基本に忠実であることの第4番目はやっぱり伝道することですね。皆さんは伝道してますか。最近しましたか。それぞれの方法でいいんです。それぞれの方法でいいんです。何も駅の前に立って大きな声出さなくてもいいんです。でも伝道しなかったら歌を忘れたカナリアのようになってしまいます。神様が聖霊を満たすっていうのはですね、この聖霊っていうのは伝道することのために与えられた力です。神の力、デュナミス・セローって言います。そのデュナミスっていうのはダイナマイトから来た、ダイナマイトの語源です。つまりですね、そういう破壊的な力、悪魔の陣地をぶち壊して、そして人々の固い心をぶっ壊してイエス・キリストを人々に伝える、そういう力が与えられます。そんな力が聖霊として与えられるんです。もし伝道しなかったら力を持て余してしまいます。私たちはどうぞ聖霊を受けて、そして伝道する、これが大切なことです。先ほどお話ししましたけれど、私は説教するときに勉強したり、話術やいろんなことが成長します。皆さんが証ししたらどうでしょうか。この間加藤さんがですね、説教演習のそのアウトラインを書いてくれましたね。ああやってこう文章を書くとですね、文章力がつく。で、人の前でお話をするとだんだん話術が上手くなっていく。そして嬉しいことを話してるから自分も嬉しい、相手も嬉しい、そしておまけに相手は救われてしまう、天国へ行ける。もうあらゆる私たちが伝道すると必要な全てが備わる。今高原さんはですね、セールスマンの仕事をしてますよね。で、この証をする、イエス様を伝える、そういう中でですね、セールスに必要な全てが与えられるはずです。どうぞ、セールスも大切ですけど伝道も大切です。そしてですね、伝道するとき大切なのは愛を施していくということです。どうぞ
ただ口で語るだけじゃなくて愛を与え、相手を包む、相手にその必要を満たしていく。イエス様はこう言いました。あなたは私が喉が渇いた時に水をくれましたね。いや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 、私はあなたに水をあげたことありません。いや、小さいものにあなたは水をあげたね。小さい人に水をあげたのは私にあげたことだよ。ある人が怒られました。イエス様は、あなたは水をくれなかった、私が飢えた時に食べさせてくれなかった。いや、私はそんな覚えありません。あなたは困った人に水を飲ましたり、パンをあげなかったじゃないか。皆さん、私は出会う人にイエス様に対するような、その人の中におられるイエス様に仕えるような気持ちで私たちは伝道していく。これが基本です。伝道するときにですね、私たちは今ハウトゥーが流行ってますね。アメリカで今最も有名な牧師先生って誰かって、多分リック・ウォーレン先生ですね。まあ、この先生や、またビル・ハイデルスっていう先生もすごい先生です。まあ、こういった先生方が今解いてるのはですね、マーケティングとかイノベーション、あるいはハウトゥーですね。こうすれば教会は成長する、こうすればうまくいく。私たちはもちろんそれも必要です。でもそのところを追いかけると問題がある場合があります。なぜならば、ハウトゥーっていうのはですね、いかに楽して成果を上げようかっていう方法です。私たちは楽をしちゃいけません。もうハウトゥーを考えるぐらいだったらですね、もうとにかく本気になることです。そこに一筋になってみることです。伝道することに命をかけてみることです。私たちはハウトゥーを学んで力を抜いて楽をするよりも、効果を狙うよりも、今自分がやるべきこと、今それが便所掃除であれば、そこに本気で掃除をしてみる、きれいになるように磨いてみる。タクシーを運転してるんだったら、日本一のタクシーの運転手になれるようにいい運転をする。その与えられたところに本気で一筋になって命をかけてやったら、必ずそこには実を結ぶ。イエス様はそういう人たちを喜ばれました。イエス様の弟子たちもそうでした。本気になって失敗をしました。でも本気になってイエス様についていった。喧嘩をしました。でも本気になってイエス様を愛して、彼らは命を懸けてイエス様の復活を伝えて、そして彼らの伝道から始まって、AD300 年には、なんとローマ帝国がキリスト教化され、現在では20億の人たちがクリスチャンとなった。それはたった10人から始まったんです。彼らはそんな効果的な、そんないい方法を勉強しませんでした。ただ、イエス様を愛して本気になったということです。皆さんどうぞ、皆さんが置かれているそのところで本気になってください。小さいことだと思ってバカにしないで、一生懸命に励んでください。そこで必ず実を結ぶ。それが基本なんです。与えられたところ、困っている人がいたら水をあげる。優しい言葉に飢えている人がいたら愛の言葉をかけてあげる。助けを必要として人がいたら手を差し伸べる。そしてイエス様を伝えていく。皆さん、その基本を私たちが行っていくときに、必ず私たちのクリスチャン生活は祝福され、勝利のうちに終わることができます。今日もし皆さんがくすぶっていたり、喜びがなかったり、力がないな、どうしたんだろう、最近喜びがないな、最近伝道してないな、最近イライラするな、疲れるな、皆さん今日どんな人でも今日この原点に帰ってください。今日この聖書の言葉、今日の箇所は開けませんでしたけれど、ヨハネはですね、ペテロに対してイエス様に聞いたんです。先生、このペテロ、この弟子はどうなるんですか。
イエス様は言いました。人のことはあなたには関係ない、あなたは私についてきなさい。今日私たちイエス様から声を聞きます。人のことはどうでもいい、あなたは私についてきなさい。皆さん、今日この方についていく、弟子となる、自分を捨ててこの方に従っていきたい、この方と共に歩みたい、基本で生きていきたい、クリスチャンとして勝利したい、皆さん何でもいいです。願う人はアメンと言ってください。アメン、お願いします。天のお父様、ありがとうございます。基本に立ち返り、私たちは信仰者として勝利し、そして本気になって命を懸けて生きていく。昔はそういう風に生きていた人もいると思います。でも今それを失っていたならば、神様もう一度立ち返らせてください。私たち一人一人もその力をください。イエス様の名で祈ります。アメン。皆さん、しばらく一緒にお祈りの時を持ってください。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。今日もあなたの前に共に礼拝を捧げ、素晴らしい主イエス様を崇めるその時をくださり感謝します。インターネットで共に礼拝する方々がいます。神様、あなたがどうぞお一人お一人を支え整えて導いてくださいますように。この場所に来られた方々一人一人に特別な力を、特別な精霊の注ぎを、特別な知恵を与えくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞ基本を行って、イエス様と一つになり直結し、ブドウの木という名のように、命が通う、血が通う、そして永遠の命が私たちにも流れる、癒しの力が私たちに流れる、悪魔が追い出されて精霊が私たちの体を流れる、イエス様の血潮が流れる、癒しが流れる、イエス様の愛が流れる。どうぞ私たち、そういう神と一つになるその生き方をください。天のお父様、教会を忠実に守り、真心から真剣に礼拝を捧げることができる私たち一人一緒でありますよ。神様、お願いします。聖書を読むことができる、聖書を絶対とすることができる、そして伝道することができる一人一人とさせてくださいますようにお願いいたします。日本にリバイバルを与えてください。牧師や聖職者、クリスチャン一人一人を、献身者を、新学生を、宣教師を、一人一人を用いてください。日本を救ってください、世界を救ってください、ユダヤ人たちを救ってください。日本の政治と経済を神様守り祝福してください。日本の外交、日韓の竹島領土問題、日中の尖閣諸島領土問題、日曜の北方四島領土問題、神様解決させてください。今暑い中で熱中症事故、大井中央などの食中毒事故、また水難事故、交通事故、自殺、殺人、神様犯罪、さまざまな薬物中毒、アルコール中毒、あらゆる神様、その解放される必要がある方々、ヤクザ、神様、来週ホスト、ホームレスの人たち、神様どうぞ捉えてください。ハレルヤ、天のお父様、私たちの人間関係、健康を支え、また経済を祝福してくださいますようになります。弱さを持っている方々、どうぞこの国を導いてください。天皇皇后両陛下、皇室野田総理、閣僚官僚、国と地方の議員たち、公務員たち、国を守る警察、消防、救急、自衛隊、また医療の現場で働く方々のために、事故がないように、学校、職場、老人ホームなどにいじめがないように、神様この国を守ってください。被災地で避難している生活の方々の上、神様何より私たち一人一人を精霊で満たしてください。神様、新しい週に向けて私たちを守り導いてくださいますように心からお願いいたします。愛するイエス様、ありがとうございます。あなたを愛し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 ます。この神の愛が一人一人に、その一人をくださったことに、この世を愛してくださる、それを御子を信じる者が一人も滅びない永遠の命を得られる。御子様、ありがとうございます。主イエス様、その愛で私たちを導いてください、満たしてくださいますよ。主イエス様、あなたに心から感謝と賛美を捧げて、イエス様の名でお祈りいたします。アメン。アメン。
感謝を持ってまた献金を捧げたいと思います。喜びと感謝を持って神様に拍手をして、賛美の時を持ちたいと思います。聖歌、582番、聖歌582番を皆さん、開いて一緒に賛美したいと思います。神を死の力から自由にしてくださりありがとうございます。今週も礼拝をする中で聖霊と聖書の言葉をいただき、またあなたの愛いっぱい十字架を通していただき感謝です。神様、どうぞ
私たちの心があなたと一つでありますように。そしてあなたからいただくものを他者に流していく、自分の瓦礫、自分の力で踏ん張って努力するだけじゃなく、神と一つになって一体となって流れてくるその力を流し出していくことができる、そのクリスチャンでありますように。神様、あなたはそのことを、その力をイエス様を通して与えてください。感謝します。神様、献金を伝えます。あなたの恵みに感謝します。どうぞ捧げます一人一人を祝福し、豊かに祝福し、30倍60倍100倍豊かにお与えください。アブラハムの祝福で満たしてください。イエスキリストの名で感謝してお捧げいたします。アメン。続きまして、聖餐式を行います。聖餐式は私たちが神様の愛の中で愛され救われていることを思い起こす儀式です。今日この場所に神様がおられます。今聖霊が今ここに来てください。この聖餐式を祝福してくださっています。シャロで飲みます。天のお父様、このパンとブドウジュースを祝福してください。聖餐のためにお持ちくださいますように、イエスキリストの名で感謝してお受けいたします。アメン。私たちの主イエスキリストは十字架にかかられる前夜、パンを取り感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい、これは私の体です。イエス様はご自分の体を私たちにくださったほどに愛してくださいました。感謝を持っていただきたいと思います。続いてブドウジュースをお願いいたします。この杯から飲みなさい。この杯は私の血による新しい契約です。イエスはご自分の血を私たちに与えてくださいました。これはまた契約でもあります。神様が天のお父様、私はその子だった、私たちは親を今日天のお父様に変えて、このお方との関係を確かにさせていただきたいと思います。感謝を持ってやりましょう。イエス様の素晴らしい愛、私たちに迫っています。なります。恵み深い天の父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださる、感謝をいたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として前に捧げます。願くは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え、御言葉を述べ伝えることができました。主は再び来られる日まで御前に歩ませてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。今日は、今日もですね、幸せを運べるようにこの歌を歌いながら、日本のリバイバルを回復を信じて祈りたいと思います。自信Thank you.
失い、家を、仕事を、家族を失った方々、特別な憐れみと癒しをもたらしてくださいますように。弱さを持っている方々、病を持っている方々、心に傷を持っている方々、イエス様の名前によって癒してください。また、この日本を牛耳っている、私たちを苦しめ、病やさまざまな束縛をもたらす悪の力、イエスの名によって、お前に立ち向かう。今、退いていけ。サタンの退いていけ。悪霊を出ていけ。精霊で満たしてください。一人一人をあなたの命で溢れさせてくださいますように。お願いいたします。精霊なる神様、あなたをお迎えいたします。精霊なる神様、あなたを求めます。あなたをお迎えいたします。神様、どうぞこの一週間、暑さに負けない肉体的な力、またストレスに負けない精神的な力、また悪魔、サタンに負けない霊的な力を与え、神様、魂が恵まれ、全てに恵まれ、健康になりますように、また豊かな命を得、愛を得、伝道するお一人お一人でありますように、イエス様と一緒に歩ませてください。お願いいたします。神様、聖霊で満たしてください。神様、あなたの大きな愛の中で、満たしてくださいますように、大きな愛の中で捉えて満たしてくださいますように、主をお願いいたします。主をお願いいたします。主をあなたの愛を注いでください。イエス様、ありがとうございます。あなたの大きな愛で満たしてください。あなたの大きな愛で今満たしてください。あなたの大きな愛で満たしてください。イエス様、お願いいたします。支えてください。高野さん、支えてください。聖霊を与えてください。解放を与えてください。あなたの優しさと強さと義と愛で満たしてくださいますよ。主をお願いいたします。ハレルヤ、天のお父様、感謝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 します。今日も一緒に神様の国をこの場所で体験させてください。ありがとうございます。神様の祝福を十字架を通して体験させてください。カルバリの十字架を通して今流れてきます。あなたの恵みがお一人お一人の中に豊かでありますように。一生懸命私たちを支え、神様を導いてください。導いてください。あなたについていきます。用いてください。用いてください。日本のリバイバルのためにお用いくださいますように、心からお願いいたします。愛する主イエス様の皆で感謝して賛美してお祈りいたします。アメン。主は素晴らしい。主は素晴らしい。主は素晴らしい。
主は素晴らしい、主は素晴らしい、主は素晴らしい、私の主愛そる
神の愛、聖霊の親しき御交わりが集いました。回収祈祷とともに、そのご家族や親族一同の上にインターネット、やメディアで、共にご利用いただいてくれた方々ともに、今のうちも喜びなくあることを、アメン。アメン。愛する神様に一緒に感謝の拍手を伝えて、礼拝と伝えてもらいます。アメン。 どうもありがとうございました。ではこれで終わりとなります。お世話になってください。